久々のバニーがまた今日も癒されていきましょう。日曜日ということでね、28日、はい、今日はねギャンブルやっていこうか。いや待てよ、旅行をさプレゼントしたくない？ギャンブル、あ、いいね。あ、未開放なんですけど。ねえ、ダメなんだ。まだもっと仲良くなんなきゃいけない感じ？じゃあ一回入店する？金はね、今んとこまだあるからね。ビール、ワイン、シャンパンと。いらっしゃいませ。はい。久々だね、かなちゃんね。来てくれたんだ。ありがとう。はいよ。何飲むの？まだ全然仲良くなれてない気がすんな。今日ちょっとなら、奮発して、まあ私は別にヴィンテージ梅酒でいいとして、私もいただいてもいいかな。行っちゃう？いや、高すぎ。森ちゃん行くか。いや、ラブベリー行く？行ってみっか、ラブベリー。いいの？ありがとう。ボトル取ってくるね。そんな喜んでない気がする。また今日もパンツ見るよ。あ、オレンジです。いいよ、オレンジだ。いただきます。はいよ。やっちゃった。はいはいはい。どうしたの、ハイト君？なんか落ち込んだ顔してるね。なんかやったっけ？今やったな、確かに。魔が差す。何をしちゃったの？気になる気になる。なんだよ。ああ、風呂でダンス、テレビと会話、お菓子にマヨネーズ。テレビと会話、私今ゲーム一人でね、画面に向かって会話してます。皆さん、実況者っていうのはそういう感じです。あー、やっちゃってるね、ハイト君。やらかしちゃってるね。まあそんなもんだろうよ。でも、わかる。私も年に何回かそういうのやらかしたりするもん。テレビと会話はやばいけどな。自分の書いたポエムを友達に3時間読み聞かせたり、頭おかしいね。最後には友達、泣いてやめてくれって言ってたな。3時間って。あと、映画を見た後に主演の女優さんの真似して過ごしたり。洋画だったから返事するとき、あはんとか言ってたもん。かわいいな、あはんって。でも、ハイト君の方がやらかし具合で分かってると思う。いや、明らかにお前だろ。違うもん、ハイト君がやらかしキングだよ。いらねえ称号だな。だね。気をつけようね。ハイト君、お酒どうする？うん。私はまだ大丈夫だから、ハイト君が良ければだけど。5万のやっちゃったからな。まあまあいいだろう。もう少しお店にいてくれるんだ。何飲むの？まあ、ちょっと安いの行こうか。さすがにね。ビール飲んで、カシスオレンジあげて、好きなカシスオレンジをね。とても美味しいよね。私大好き。安い酒好きで嬉しいよ。これさ、またこれパンツしか見れねえんだけど。パンツしかってすごい会話だよね。フードも頼む？チーズサラミとか、ああ、食いてえな。腹減ってきたな。フライドポテト食うか。これ美味しいよね。かなちゃんは何好きなんだろうね。モテるでしょ。え、なんで？みんな知りたいよな。なんで自分がモテるのか、モテないのか。なんでハイト君がモテないのか。うん。大丈夫。万が一壊れちゃっても私がパパッと直してあげるし。なぜモテないのか。顔が残念だからですね、まずね。それはない。ハイト君はかっこいいよ。私は好きだもん。だから残念なんて言わないで。ほらね、 B 線っていうことですか。ハイト君にダメなところなんてないじゃん。だからモテるに決まってるよ。なるほど。確かにね。ない原因ないのにモテないのはもうね、わかんないです。私はハイト君に好印象しかないもん。私だけで
世界には星の数ほどたくさんの女の子がいるのに。まあそうだよな。ハイト君、絶対にモテるよ。だってこうやってすぐにドキッとさせてくるもん。癒されんなこのゲーム。私はまだ大丈夫だから、ハイト君が良ければだけど。今日はちょっといっぱい使うか。もう帰っちゃうのかと思ったよ。しょうがねえから、ちょっとワインをいただきたいな。ブルーベリー酒、極上ワインいただくか。私もいただいて。じゃあ最後は同じもので飲みますか。美味しいよねこれ。ワイン飲みて。延長が確定しましたと。いただきます。はい。高いところは平気、ホラー映画も見れちゃう。虫だって田舎育ちだから素手で掴めちゃうし。虫掴めんのすげえな。俺無理だな。パクチーだけは苦手。俺もパクチー絶対無理だな。あれ何がうまいのあれ一体。パクチー無理。ごめんなさいパクチー農家さん。でもパクチーだけは食べられない、絶対に無理。マジで美味しいと思ったことないな。タイの言葉でパクチーを料理から抜いてくださいって。マイサイパクチーって言うんだよ。そうなんだ、マイサイパクチーね。ないよ。タイ来てんだよな。でももし行くことがあったら、マイサイパクチー、パクチーを抜いてくださいっていう言葉だけを覚えておいたの。なるほどね。何度か美味しさを理解しようとチャレンジしたんだよ。でもダメだった。私の味覚では太刀打ちできなかったよ。でも味覚ってマジで変わるよな。小さい頃と大人とじゃ全然違うんだよな。ハイト君、コープ君か。コープ君かって何？ありがとうって意味？そう、タイ語でありがとうっていう意味だよ、ね、パクチーを抜いてもらったらお礼を言わなくちゃって覚えたの。なんかさ、こういう英語の覚え、英語とか外国語の覚え方ってめちゃくちゃ一番理にかなってんじゃない？覚えそうだよな普通に。67,100円、とんでもねえ値段持ってかれたぜ。待ってるからまた来てね。早く旅行行きてえよ俺は。もっと仲良くならなきゃいけないのか。パロメーター出ないのかな。次給料なので、もう6月です。いくら入るかな。57,000と、まあ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 、ネイル、赤鳥、まあ、一回ギャンブルやってみっか。10倍にするぜ。ギャンブル中、なんか俺がやるわけじゃないのこれ。お？あ、これ自分でやるわけじゃないんだ。でも勝ってる、勝ってるぞ。135,400円、33,400円で結構えぐくない？もう一丁いく？ビギナーズラックから今の。来い来い。なんか自分でできると思ったら違うんだね。来い。いいね。14,400円。これ絶対勝つやつ？絶対勝つやつですか？14万、なんか地味にこのギャンブルやるとき変なおっさんの笑い声聞こえね。気のせい。149,000。負ける。まあでも12,000円負けか。まあまあまあ、あんま大したギャンブルじゃないね。いやちょっとプレゼント買うか、ショップで。あ、なんか新しいの出てんの？パンツってやばくない？パンツ、しかもこれオレンジのパンツ、これやばいよな。なんかここのさ、売ってるショップのアイテム微妙なんだよな。ぬいぐるみ売り切れ、しょうがないな。なら腕時計でも買うか。まあギャンブルで買った分だねこれね。ギャンブルで買った分で
かなちゃんにあげるか。いらっしゃいませ。かなちゃん毎日いるなお前な。あ、来てくれたんだ、嬉しいな。今日はプレゼントを持ってきたんだ。マジントニックから行きましょうか。私も何か飲みたいな。じゃあ同じジントニックでも飲む？美味しいよねこれ、好きなの。ジントニックもいいよね、飲みてえな。今日何色？青と見た。あ、オレンジです。あれ、先週と同じとプレ、あ、会話するか一旦。知りたい？知りたい？私のプライベートのこと。プライベート知りたいですね。そんなことないよ、ハイト君になら話しても平気でしょ。プライベート聞くってさ、あれなのかな、なんか失礼に当たるのかな。なんか会話のネタとしてさ、何のやましい気持ちもなく聞くこと多いんだけどさ。チワワのママチンと遊んだり。そうだ、ママチンっていたわ。あとは面白そうな舞台がやってたら見に行ったり。舞台とか見るんだね。うん、映画も好きだけど演劇も好きなんだよね。やっぱり間近で見るお芝居って迫力あるし勉強にもなる。そうだ、映画コナンをね、やっと見に行けたんですよ。まあすごく混んでてね、なかなか見に行けなかったんだけど。一度行ってみたらハマっちゃうかもよ。とっても良かったね。それいい。ハイト君、役者さんに向いてると思う。行けるよ絶対。もう一回見てえもんなコナン。お仕事を突然クビになって絶望してる男の人の役とか。そういえば設定、仕事クビになってるよな俺確か一回そういえばそんな設定あったな。危険だね。あとなんかごめんなさい、暗い影が差します。まだ飲めそう？無理なら大丈夫だよ。まあ今日はちょっとね、プレゼントをあげたいので。リンちゃんともな話したいけどね、ちょっとカシスカシスで行くか。はーいと。とっても美味しいよ。じゃあ、あの青い女の子とさ一生話せないんだけどさ。いただきます。ちょっとプレゼントあげよう。あのぬいぐるみも買ってたんだっけ俺。そうか。腕時計あげる？もらっていいの？ありがとう。嬉しいよ。そんなに喜んでないな。そんなに喜んでない感じやなこれ。小説とかって読んだりする？ほらもうすぐ話題変えてる。本当に？じゃあおすすめの小説教えてほしいな。私今まであまり読んでこなかったからわからないんだよね。もう腕時計の話なくなったよ。小説を読むと想像力鍛えられたりするって言うでしょ。だから勉強のためにも読み始めたいなって思って。俺も最近小説読めてないな、読みたいんだよな。昔めちゃくちゃ読んでたんだけどね、推理小説とか読んでたわ。興味はあるけれどちょっと難しそうだよね。私サスペンス映画でも2回見ないと理解できないこと多いし。なかなか難しいの見てんじゃないの。一番教えてもらいたいおすすめは眠くならないやつがいい。眠くならないやつ。私活字を読むとどうしてもうとうとしちゃって。活字読むとうとうとするってさ、絶対原因が学校の教科書とかにあると思うんだよな、俺。それじゃあハイト君が面白い小説を読み聞かせてよ。それなら眠くならないし。読み聞かせですか。私の家で朗読生ライブ？パワーワードだな。それはまずいと思う。そんなのドキドキして小説どころじゃなくなっちゃう。悪い女だぜ、こいつは。ダメダメ。刺激が強すぎる。読み聞かせの言葉忘れてください。ああ、ハイト君と一緒だと時間が経つのあっという間だな。そう、腕時計何の何の成果も得られなかった。悲しいよ。今日は帰る。帰っちゃう。もう9万、あ、びっくりした。1億。9400円だよね。よかった。9万4000円だと思った。よかった。全部お金なくなるかと思った。